それじゃあカウント始めんぞ。5秒前 4、3、2、1、 ゴー。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけど、ね、それだけ藤原が成長してきているってことは、俺はな、リーダーバトルになるレースで藤原があえて使うようなが短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。薄々は感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手が相手でした。全てを予定通りのコントロールができる高すぎるハードルで藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちが痺れちまうよ。うわっ、やべえ、あんたよくあるぜ。2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトアップ、軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違い、正反対の発想が勝利。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったってさ。この雨がクソもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。スイスイ行きやがって、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。
くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今は浅見の通過したのさ、40-50メートル。わからない、雨がまたクラクラしてきたぜ。もう線が300について受け取るのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力が 100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏付かせてやがるぜ。わかる、2000のボディ全体が下まってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターバックを仕掛けるチャンスは一回か。セーザーを滑られてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目一杯やってる。これ以上動けない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは、やっぱ自分がこんな速い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一旦指名したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんにできると思うなら絶対できます。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離さない。水煙に遮られた視界をもろともしない藤原の屈指は、東道塾の第2ラウンドとブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していて、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うため、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーク、限界スピードを瞬時に見極め、目印のないロールのクルーに合わせて、全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点の話。いっけえ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんねえ。すげえラッキー。けど今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。ダメだ、マジわかんねえ。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。
絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない、わかんねえ、行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺、消えた。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承塔を起こし闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっき決めた相手が見えないのはあっちも同じだ。